ビットコイン VS ビットコインキャッシュさてビットコインのハードフォーク回避の後ですねビットコイン対ビットコインキャッシュのこの戦いが非常に熱く繰り広げられていますどういうことでしょうかまずはマーケットを見てみましょう、えー、ビットコインビットコインが こちらこの数日で7500ぐらいから一気に6500ぐらいまで1000ドルぐらい下がってますねそしてビットコインキャッシュこちらはちょっと前までは600ドルそしてそのその少し前は300ドルぐらいだったんですね300600ときていきなりここで1200を超えてますねちょっと前の倍その少し前の4倍にまで跳ね上がっています。ここれは一体どういうういとでしょうね さあまずはもう一度、昨日のビデオでもお伝えしましたが、ビットコインキャッシュ、これがどこで買われているのか、ビットコインキャッシュのマーケットを見てみると、えー、ビットさん韓国ですね、こちら、KRW、コリアンウォンで買われている韓国が35%、その後 US ドラーと BTC ときますが、ここにも韓国ウォン、ここも韓国ウォン。 韓国がこちら 7%5%12% を足して47%まあ半分近く47%が韓国で買われているとこれはまあちょっと何かの意図を感じざるにはえないですよね。まあ韓国のちょっと昨日ぐらいですか昨日おとといはもうもっと50%を超えて60%でしたね。昨日のビデオ では六十パーセントでご紹介しましたけど、今日はまあ五十パーセント弱、まあそれでもかなりの数ですね。これはちょっと不自然な感じがします。そして、まあ昨日もご紹介しましたこのロジャーバーという方が、この方はまあビットコインの推進者でありビットコインをまあ世の中に広めた功績ももちろんあるわけですけれども、えー、彼が、えー、ビットコインキャッシュこそが本物のビットコインである。 とというようよなことですね、まあ、結構アグレッシブに活動しているというわけなんです。まあこちらビ YouTube に行けばですね、えー、かなり英語ですがいろんな彼のインタビューなれが見れると思います。まあ、こちらのビデオなんかは、まあ、日本人の方がインタビューしてますけど、まあ、彼は英語でしゃべってますね。まあ、結構アグレッシブな感じで、まあ、ビットコインキャッシュこそがサトシ仲本の理想を実現するビットコインなんだということで。えー かななりいいろろんなとこでしゃべっていますそしてビットコインキャッシュのこれは大きなサポーターの人ですねロジャーバーそしてジハンウーこの人はビットメイン社のファウンダービットメインっていうのはビット,モイビットコインのマイニングマシンですねこれを作っている会社であり彼自身もマイニングをしている会社を経営しているということです。 で彼もまあビットコインキャッシュを、まあえー、彼のまあツイートを見てるとですねビットコインキャッシュをやっぱり支持していて当然もちろんこの先ほどのロジャーバーとも深いつながりはあるわけですけども、まあ、彼はこの11月10日昨日おとといの自分自身のツイートですねこれを一番上に固定していますがここでは何と言っているかというと ビットコインキャッシュのコミュニティは、えー、大きな学びをしなくてはならないと他のコインとのもう友好的にやっていってそしてビットコインを良くしなければならない憎しみを持ってはいけないそして競争してはいけないただビットコインキャッシュをベターまあより良くすればいいじゃないかというようなことを書いてますねですから まあそういう、まあ、実際憎しみや競争やということがまあ生まれているとどっかで生まれているということですよね。というように結構ですね、まあ、ビットコインに対して敵対的にビットコインキャッシュが動いて価値を上げようとしている、まあ、そんな感じのことがあるんですね。<laughs> でまあ G ン自身もおそらくいろんな攻撃を受けてるんだと思いますね。まあもう G のツイーでですすねもうしょっちゅうこれが出てくるんです このメディアには不適切な内容が含まれている可能性があります。というこのね、注意書きが出てきて、これ、設定をちゃんとあのしないと、彼のツイート自身がね、いくつも読めなかったりするんですね。でも、この、そのツイート自体を読んでも、別にあの敵対、えー不適、不適切な内容、一般に不適切な内容っていうのは特に書いてないんですね。つまりま、誰かが、彼のこれ、うん、この内容は不適切であるというふうに、ツイッター社にこれを報告してるんですね。逐次報告している。 かなりしょっちゅう報告してますね。だから彼のツイートはしょっちゅうこのこちらもですね、メディアには、このメディアには不適切な内容が含まれている可能性がある。これがね、もうしょっちゅう出てくるんですね。だから設定を変えないと彼のメールが、彼のツイッターが読めないみたいな、そんな感じになっていたりします。さて、そしてこちらは、fork.lol というサイトですけど、こちらに行くとですね、こちらは、えー、っと、 <laughs> マイニングの収益性ですねビットコインとビットコインキャッシュっていうのは同じアルゴリズムで動いていますのでマイニングのアルゴリズムが同じ互換、えー、性がありますので同じマイニングマシンで、あのー、マイニングすることができるんですね。そしてマイナーというのは、まあ、経済的合理性によって動くとすればマイニング効率がよくマイニングのそして利益率がいい方にあの切り替える。 と考えられるんですよねつまりビットコインの方が収益性が良ければビットコインを掘るしビットコインキャッシュの方が収益性が良ければビットコインキャッシュを掘るとそしてこの図ではこれオレンジはビットコインのラインですねそして紫青がビットコインキャッシュのラインですビットコインキャッシュはこうなんか不自然な上がったと思ったらダーンと下がってまた上がったと思ったらダーンと下がってという不自然な動きをしているように見えますよね これはですね、ビットコインキャッシュの場合はマイニングの難易度ディフィカリティを調整するっていう機能があるんですね。これは、えー、今のところ14日まあ大体14日おきぐらいにですねその難易度を調整するっていうことをするんですね。というのは難易度が、えー、低すぎる低いとビットコインを掘る方がここの辺ですねこういうふうにビットコインを掘る方が儲かるということになれば マイナーはビットコインを取りに行くと、そしてでもそれでは困るからということで調整することができるようになっているんですね。これを調整してバンとこちらのビットコインキャッシュの方が儲かるよっていうふうになれば、マイナーもそっちに動くと。そうするとまた難易度が調整されて、また難易度が高くなって利益率が低くなると。まあ、こういうことを繰り返しているんですね。そして、まあ、実は、 ビッ,トコインビットコインキャッシュはうーんとハードフォークをする予定なんですね。これはいつかというとビットコインキャッシュは11月13日もう明日ですね明日ハードフォークの予定です。このハードフォークによって何が変わるかというとこのマ,マイニングのディフィカリティ難易度の調整がですね今までは約2週間おき 14日ごとだったのが、今度はなんと約10分ごとにこれを調整する、できるように、えー、変更、アップデート、ソフトウェアでのアップデートがあるんですね。このハードフォークがなんと明日行われる予定です。なので、まあ、実はビットコインキャッシュを持っている人は、このハードフォークの周辺はもちろん、トランザクションは行わない方がいいですよね。はい、そして これですね、まあこれこの図はですねビットコインキャッシュができた8月の1日からのグラフになっていますそしてここ最後ぐんと上がっているところが最近ですねこのビットコインビットコインのハードフォークが中止になったと時の後ですね実はこのロジャーバー彼はですね、まあ、こちらのどっかのビデオで 見ましたけどもこのもしセグビット 2X のビットコインのハードフォークがまあうまくいかなかった場合つまりまあその2メガバイトにブロックサイズが拡張されなかった場合にはビットコインキャッシュを本格的にまあ後押しすると、まあ、本格的にえやっていくということを言っていますねまあもちろんビットコインキャッシュはもうオープンソースで え寿司まあ、彼このロジャーバーやジーハンだけがサポーターというわけではもちろんありません他にもまあ大きな、まあ、どっかに大きな資本もあるんでしょうねこれはやはりここのさっき見たように50%近くがコリアでまあ投資しているという人がいるとこれが一般の人がコリアだけでそんなに投資されているのかっていうのはちょっと疑問な部分がありますよね。とということで まあこれがうーんまあかなり意図的に操作されてるんじゃないかということは実際言われてるんですけどもこの最後のこの最近を見るとグーンとビットコインキャッシュの,ががの1.71倍となっているとそうなるともちろんマイナーはビットコインではなくビットコインキャッシュを掘った方が1.7倍儲かるということでこちらに切り替えるわけなんですね。 そうするとどういうことが起きるかというと今度ビットコイン側でですねトランザクションが滞るということが起きてきますこれがアンコンファームトランザクションズ認証されなかった送金ですねビットコインの送金が今現在なんと13万6800もあると <laughs> でそれをするとどういうことが起きるかというと手数料が上がるんですね 同じ手数料ではあのビットコインあマイナーは掘ってくれないと、うん、それをやっトランザクションを受け付けてくれないということで手数料が非常に上がってきますこちら先ほどの fork.lol のサイトで、えー、ここをトランザクションを見てみましょうトランザクション tx のところの、えー、トランザクションフィー <laughs> こちらを見てみるとこのトランザクションフィーがここ数日はもうすごい勢いで上昇しています ビットコインはこの8月25日もこのピークをつけてますね。ここも非常に高い手数料でした。今現在もこれ7ドルぐらいなどと言われ、まあ、まともに送金しようと思ったら7ドルぐらいかかると言われてますね。でそれがもちろんあの手数料を低ければ手数料が低ければ、まあ、10分どころか1時間経っても2時間経っても送金されず、まあ、もしかしたら23日かかってしまうと。 いうようよなことも起ここり得るわけですこのままでもこの状態が続くとですね、まあ、手数料低い,低いままで送ってしまった人は一体送金が完了するのがいつになるか分からないということなんですね、まあ、これは実際非常に不便ですよね、えー、どっかのエクスチェンジでどっかでえ買ったビットコインをエクスチェンジに送ってアルトコインを買いたいと思っても、まあ、リアルタイムにそれができなくなってしまったりとか、まあ、実際にそういったあの不利益、まあ、不具合が生じてしまいます。